はい、トリニティトリガー実況プレイ、体験版のパート4です。まさかのパート4ということでね、体験版にしては結構ボリューミーで遊ばせてくれますね。で前回は塔を登ってその先で出会った女の子の店にこれから行こうかっていう話ですね。トリガーを強化するためのマナタイトを作ってもらう約束をして戦っていう感じだったかな。ちょっと待っててね。お、すぐ作るから。パッてやれる感じ。一応それなり技術力はある。分かってるじゃない。ありがとう。じゃあ早速マナタイトを装着してみて。ん、普通に武器それにつければいいの。攻撃の魔石持ってる気がする。持ってるやつだね。これはじゃあね、槍の方につけましょうか。確かにこのマナタイトは便利そうだ。普通に売ってたよライム。それはよかった。じゃあ僕は次の町に行くから。え、もう？おかげさまで仕事の依頼がたくさん来てるんだ。エリス、シアン、またね。まったく相変わらずなんだから。さて、今日はいろいろとあって疲れてるだろうし、出発は明日にしましょう。すげえニキータっぽい、うん、女はニキータや。どうも疲れたわね。はい、あ、そうだな。ねえねえ、あ、もう一度そうだ、ねえねえ、どうしたんだ、忘れ物か。そうそう、僕は各地の支店を巡回しているから、もしか見かけたら声をかけてよ。腕によりをかけてクラフトしちゃうよ。助かる。実はグラインダーの修理がいなかったからな。これで俺も一人前のブリンガーかな。じゃあよろしくね。ドワーフの果樹みたいな。世話しないわね。私たちも宿屋に行きましょうか。自分で足を運ぶやつ。ベールってマナタイトがクラフトできるようになりました。イントネーション大事。いるんかい。あ、来てくれたんだ。何も作れねえじゃん。いらっしゃい。やあ、秘伝のレシピは誰かの依頼を聞いたらもらえる。いらっしゃい。依頼決まったね。どうも。依頼なんてあんのか。売ってる、普通に売ってる。これでいい。あいよ。これ毎度あり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 。これあいよ。なんなら作れるわけだけど。また来てくれよ。こんにちは。買ってもいいわけだけど、作れるのなら作ってしまった方のが大成功。大成功しても状態異常の毒を超低確率で防ぐは変わらないんだ。混沌のかけらないけど、これができるよ。なくてもいいんだ。あ、追加の素材を入れると期待値が上がるって。
ははは、確かにちょっと酸が出るものもあるな。なるほど。で、素材は足りなければ店で買うこともできたね。いらっしゃい、またね。どうも。なるほど。どうも、お気をつけて。どちらかといえば先に薬とか買った方が良さそうだな。消耗品買い出し、買い出しょ。どうも。いらっしゃい。売却って項目あるけどさ、売却するメリットのあるものってあるのかな。こういう使わないものとか売ってしまえばいいのかな。こんにちは。また来てくれよ。どうも。あ、エリクシル普通に売ってんだ。これを買ってくれよ。いらっしゃい。また来てくれよ。で、やろうや。回復魔法みたいなのはないんだ。ライムと別れた後、シアンたちは先進館のザンティスと出会う。先進館のザンティス曰く、信仰している神からのお告げがあったようだ。急に？お前さんを助けに来た。これから仲良くしていこうぜ。お調子者のザンティスを、不穏な目つきで迎える一行、シアンは新たな仲間と共に王と目指す旅をする。体験版ここまでか。前回はもうちょっとやっていけばよかった。まあ一応。あ、でやれるのか。ダン。武器斧なんだ。ナックルっぽいのもある。あれにシンクロゲージを消費しない。威力高っ。攻撃力高っ。ああ、まあ、こっからは本当にこの体験版を楽しむっていう感じになるわけね。隠しボスとかいそうだな。せっかくなんでもうちょっと遊んでみましょうか。何したらいいかわかんないけど。準備は大切だよ。ん、なんだ。すまない。本当にすまない。父さんは何もできず。食べられた父さん、もう囲われてきて。わ、この町とみんなのためだもの。私は生贄。ああ、なんだ。生贄？なんですって？なんだって？ちょっと待ってくれ。あんたたち何をしようって言うんだ。何？よそ者には関係のないことだ。首を突っ込まないでくれ。言い訳なんて聞き捨てならない言葉が出た以上、そう、まあ、生贄なんて聞き捨てならない言葉が出た以上、そうはいかねえよ。くそ。だからそうするしかないんだ。そうするしか。ちょっと。そうするしかないってどういうことなんですか？なんてこと。待ってください。事情は私から話します。だから事情を責めないでください。落ち着いて話せる場所へご案内します。なんかイベント発生した。ホープラードは猛吹雪が舞う寒くて厳しい場所。この町では作物を育てるのも大変です。その辛さから逃れるため、雪山の魔物にすがり吹雪を止めてもらったという言い伝えがあります。そうですね。魔物はその見返りに町の娘を差し出せと。町の人々はなかなか魔物の要求に従い、その数日後には吹雪が止んだということです。たまたまだろう。そんな。だから今でも生贄を差し出しているっていうのか。そうですね。ええ、町の外に雪解け層のアリンディのなんか置かれたとき、それが生贄を出せという魔物からの合図なんだ。あんたは本当にそれでいいのか。生贄になるなんて。いいんです。それで町がみんなが助かるなら、私はそう思って。そういう事情だったのか。悪いのはその魔物でしょ。私たちは退治しちゃえばいいんじゃない。大
対峙するって相手を吹雪を操る恐ろしい魔物なんだぞ。大丈夫、私たちに任せて。ちょっといいこと思いついたから。え、いいこと。そうだわ、私が代わりに生贄になれば。ジョーちゃん、おいおいジョーちゃん、何を言って。おお、なるほど、そういう作戦でいくのか。そういうこと。私が生贄のふりをして魔物がやってきたところを封じするのよ。ああ、いい作戦だと思うけど大丈夫か。エリスが危険な目に遭う可能性だって高いぞ。シアンとザンティスが手伝ってくれれば大丈夫よ。近くで隠れて急いだ時に出てくればいいんだし。別に危ない目に遭いそうだったら二人ともちゃんと助けてくれるでしょ。俺はそうだけど。よし、じゃあ決まりね。生贄ってどうやって魔物に届けられるの？次に入って雪山で待っていると魔物が迎えに来ると伝えられています。次って先の出口に置いてあったもの、それなら一緒にミスも隠れられそうね。そうですね、そうだわ。じゃあ二人ともその作戦でいくから、あとはよろしくね。やるだけやってみるさ。イリスがそこまで言うなら、まあやるだけやってみるか。なるほど、ボス戦とかあるんですかね。一応クエストなんで。なんか拾った。これか。よし、エリス。さてどうなることやら。ええ。おお。リズ。そうだわ。あの黄色いのは何？まああれもトリガーなんでしょうけど。ボス戦か？ボス戦だよね。よし、ここは寒いな。ザンティス、ん？そんな、そうだな。なるほどね。あ、来たか。え？これは結構でかいね。お、ザンティス。お、おおおお、結構攻撃高い。そして得意なあれが斧です。いけそうね。じゃあやってみよう。どうした、重っ。できるフォークも思う。危なかったな。おらおら、はい、やべ。ゴリゴリ削れる。やった、やっ、やっ、えい、せっ、やっ、せっ、はっ、ゆっつ、ふっ、危なかった。まずい。やっ、せっ、はっ、せっ、えっ、いざなら、いざなら、せっ、ざりゃ、やった、いいね。ほら、さてぬぬかね。口ほどにもねえな、何も喋ってねえよ。でも勝った勝った。お、なんかまたボス基本こういうドロップがあるのか。行くわよ。にしても彼攻撃力が高いな。ただ動作が遅え。準備バリバリだぜ。せい、せい、おら、いや、せい、あー、早いね。た、そりゃ、おら、せい、で、せい、準備バリバリだぜ。俺が行く。 HP アップ。小回り効きそうな。どちらかといえばこっちか。普段使いはこっちで良さそうだな。行きましょう。はいはい、ちょっと隙ができたようです。そういうこと。本当なのですか？受け取ってくれ。ほんのお礼です。うん、そういうこと。
おい。やれやれ。あ、なるほど。お泊まり会、おやすみなさい。宿代高えな。ありがとね。あ、基本的にはこの3人で進めていくっていう感じで、なんか別にこうパーティーチェンジみたいなのがあったりするとかではない。まあ、得意武器あれ斧って書いてたけど、まあ、武器の系統他にもほらそれこそ槍とか何？ここは任せて。こあの何拳っていうのかな。油断は大敵ですよ。とかまああるわけで。得意武器その武器系統に当てはまらないキャラクターもキャラクターばっかりだから、なんだろうね、他にもいるのかなとかちょっと思っちゃったりする。これだとそういうことないのかな。あ、鉄鉱石。普通になんか民家も探索範囲だね。神殿。もしよろしいですか。何もないんだ。ところどころにあったやつ、やっぱ斧とかで壊すやつだよ。できることが増えたようですね。バリバリだぜ。なんだ。あとクエストっぽいのねえな。これやっとかなきゃみたいなねえな。まあさっきのも多分こういうクエストみたいのもあるよみたいな、こういうことなんでしょうけど、あ、なんか上の階がこうだね。そこ、ここね。おい、一撃だ。行くわよ、当たって。俺に任せとけ。そこ、ここね。あ、こいつ、本当に弱い。ここね、当たって。そこ。なんならこいつさ、あ、やられた。準備バリバリだぜ。物に弱そうじゃない？ここね、ここ当たって。ちょうど攻撃力高え。ただ動作おっせえ。やっぱ該当しないとダメなわけね。ここは任せて。斧で壊れないのに剣で壊れないだろうと思うけど。一撃。
準備バリバリだね。リングアクションこんなにあるからさ、いずれ待て、こんなにあるってことはさ、武器系と何種類？ 1,2,3,4,8 種類、そんなにあるの？あ、ここでなんか手軽に変えれんじゃん。間違った。準備バリバリだぜ。えい、強。はいはいはい、こいつ一撃だもんな。ハハハハ、圧倒的なある、ね、火力はある意味ロマンっちゃロマンだけど、どうせ遅えなぁ。ここね、そこ、撃ち抜く。こいつに対しても有効なんだ。あ、ここ気になってた。これは準備バリバリだぜ。あ、こっちなんだ。決めるぜ。槍かと思った。槍で壊せるのは何？決めるぜ。セイト、セイ、セイト、軽く撫でるだけで、でけえのが沈んでいく。倒しとくれ。当たって、打ち抜く。軽く。あれ、ここさっきあれか。あのでけえのと戦ったとこか。邪魔。セイ、ザリア、外すない。決めるぜ。あれ、威力高。威力が低い。威力が低い。セイ、おお。届け。準備バリバリだぜ。威力低いけど範囲がなかなか。本気は広い方がいいな。はいはいはい。よっ、あ、ここ壊しちゃった。ここね、そこ、
当たって。この辺なんかありそうだよな。一撃。ここね。ははは。そこ。よ。せ。強。せ。せ。は。一撃で当たって。力が湧いてくるぜ。ノキもたまにはいいね。そこ。一撃で。そこ。危なかったな。ざま見やがれ。ここね。ざま見やがれ。これ何が課題ヒットするんだな。せい。お、なんだなんだ。彼がいなければ来れなかったエリアだ。ははあーそうだ、俺この宝箱の取り方気になってたんだ。なるほど。でもせっかく条件満たして手に開けたのに中身が消耗品っていうね。まあゲームの性質上それ以外ないんだろうけど。強っ。あこれはそっか。ここは任せて。ここは任せてくれ。はいはいはい。だいぶ軽くかかってきたな。そこ、ここね、撃ち抜く。この当たって、やっそこ。もうちょっと積極的に戦え。は、覚悟しろ。せい、は、せいと。撃ち抜く、そこ。た、ここね。や、は、や、当たって、ここね。そこ。いいね。た、やっと。俺に任せとけ。行くわよ。ここは任せとけ。えい。どうしよう。ここね。で、やっと。で、やがれ。そこ、撃ち抜く。せい。は、せい。や、当たって。そこ、撃ち抜く。で、そしたらこれで。なんもないんかい。こっち側にもさっき行けなかったとこあったんだよね。よし。戦いに全部入ってくるんだ、めんどくせえわ。新しいエリアに来ちゃった。あ、でもなんもない。あ、なんもない。何だったんだろう。はい。他に行けそうなところがあるわけでもなさそうだな。邪魔だね。当たって。ここね。当たって。やっ、よっと。もう先に殴るか殴られるかみたいな。なるほどね。はい。あ、とりあえず、なんだろうね。ちょっとまあ体験版の方は一応これで終了ということで、
はい。まあ、もしかすればね、ちゃんと探索をしていくと、また何か隠しボスとか、そういったのがいるのかもしれませんけどもね。まあ、この後ちょっと、個人的に少し楽しみながらね、やってみて、何かまた、何か面白そうなネタがあれば動画にしてみようかなとは思います。はい。でね、まあ、これも、ちょっと、気になる作品の一つということでね、まあ、発売しましたら、実況してみたいなと思っておりますので、その時はどうぞよろしくお願いします。こんな感じで、トリニティトリガー体験版最後までご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見ていけるな。